音が出る押しちゃダメなボタンのガチャ。緊急停止ボタン。ドキドキする音鳴る。ナスコル。ナスコルってこんな音やったん。火災報知器。中学生の時よくいたずらで鳴らされて、その度全校集会が開かれました。エマージェンシーボタン。止まれ止まれ、今止まらないと近所の人が集まっちゃうんだ。だから止まってよ。中身まで再現度が高いの究極系ガチャ。今日回してきたのはね、カプセルの卵の中に入ってる卵の中に入ってる卵。いや、これどういう原理？中身が気になる。切るよ切るよ、切ってるよ切ってるよ。すごっ、中身すごっ。あ、ごめん、カメラずれてたわ。あ、ごめん。すごいやろ、ほら中身にイケメン入ってんねんで。これ俺がなんでイケメンかって、こいつで毎日顔面パックしてるからさ。っていうのは冗談で、本当の中身はやばすぎ、やばすぎ、これ卵そのものや。いや、やばすぎ。数字大変そう。まさかの結果に、やばすぎるビールのガチャをドリルで開けたら、あ、泡に触れたい。表面張力ってすごいね。おまけ。はい、ブーイ。コメント答える。どんな風にガチャ収納してますか。こんな感じに壁にかけてます。お気に入りは100均のグッズで飾ったり、切ったやつもテープに貼って、ほとんど残ってる。中身気になってビールに穴開けたのに中身出えへんかった動画で、ビールもう一個穴開けたら出るよ。やってみる。ドリルでもう一個穴を開けて注げば、すごい、ちゃんと出る。みんな天才やん。むっちゃ汚れた。セイロガンのマスコット何も入ってないのを確認した動画で、セイロガンのガチャどうせなら中身に本物入れたら。やってみる。本物のセイロガンを中に入れて蓋をしたら、うん、臭い。絶対に真似するな。ガチャで皿洗い。今回紹介するのはトットロ洗剤のミニチュアガチャ。なんとこのガチャの純度はパロディ 100%。 このガチャ見た目が可愛い、中身の液体は緑。見るとね、思うよね、これ使えるの。ウェイパンダー皿横、ちょうどいい出番だ。ドリルで穴開け抜き出す、お皿に液体かけたら、ふきふきどんどん綺麗になる。